ございます。今日は1月の16日、土曜日でございます。ただいま時刻12時33分ですね。相変わらずまたお昼からなんですけれども、今日はまあ早起きはしたんだけど、なんか土日のさ、なんか空気って平日の朝の空気と違くないですか？なんかわかんないけど、なんか土日の朝はね、なんかこうゆったり空気が流れてるというか、まあ、平日が別に流れてないっていうわけではないんだけど、テレビとかつけるとね、余計にあのやってる番組も違うから、なんか平日はちょっとバタバタじゃないけど、なんか朝のね、平日の朝って気分なんだけど、土日の朝はね、なんかゆっくり時間が流れててね、たまにあの外からあの子供たちが遊んでる声とかすると、あ、休日だって思うんだけど、ずっとね、最近は、まあ、家にいるし、あんまり出かけてもね、いないので、なんていうの、曜日の感覚が最近はなんかちょっとこうまたずれ始めてきて、あんまりなんか土日になってもね、なんていうの、平日とあんまり変わらない日常なら、なるべく土日はまあ休もうっていうか、休む気分にはいようとは思ってるので、まあ、やることはそんな変わらないからあれなんですけど、はい、まあそんな感じで、もうね12時過ぎておりますので、ちょっとお昼の準備していこうと思います。なんか見てますね、私のことちょこっと顔出てるのなんか面白いよね。今日お昼ご飯は困った時のいつもの親子丼にいたしました。いただきます。この前久々にね、ここあのホースでね掃除したんですけど、結構さ、もう夏にやってから時間経ってるけど、意外に色あせてないよね。まあまあ綺麗に残ってるし、まあ、あのこのボコボコが空いてるからね、あのなんていうの、コンクリートに、そこの部分はしょうがないんだけど、まあいい感じで持ってるかなと思うんですけど、どうかな。あとこの前買ったね、5ドルで買ったこの椅子がね、ちょっとね、日が当たってたからなのか、まあ外にずっと置きっぱだからね、なんかねコーティングが剥がれてきてて、ただでもね、このコーティング、もしかしたら誰かがつけたのかな、もともとついてたやつじゃなさそうじゃなさそうなんだよね。まあでもコーティング剥げてもね、普通の木だから、まあまたなんか塗れば、あのプロテクション的なやつね、塗れば大丈夫だと思うんだけどね、結構もう半年以上経ってるから、このウッドデッキもね1年ぐらい経ってるかな、経ってないかな、まあでもうん、それぐらい経ってるかな、なのでね、結構時間経ってますけど、意外に持ってくれてますね。今日めっちゃあったかい、もうパッカー着てるけど暑いわ、はあ、まぶしいし、このね上のねテントのね、このタープの部分でも変えたくて、この生地がかなり、なんて言うんだろう、水も通さないような生地なんですよ。だから風が吹くとね、もうめちゃめちゃ荒れに荒れていろんなとこ飛んでっちゃいそうだから、なんかもっとメッシュなやつにしたいなとも思ってるんだけど、でもまだちょっと使えるからもったいないしと思って、そのまだにそのままなんですけど、こっちからそこに座ってますね。今ね、うちの実家にね送ろうと思って荷物をちょっと、この間ウォルマートでこの箱買ってきたから入れたんだけど、もうほぼぴったりぐらいにはあるけど、もうちょっとスペースあるから、あとなんかちょっとお菓子かなんか入れて詰めようかなと思ってるんですけど、基本はね服がほぼ占めてるので、これまでめっちゃ可愛いパワーパトロールのねスリッパなんですけど、ちょっと形崩れちゃうかもしれないけど、もうしょうがないからね。ただね、今またコロナがね、微妙な感じになってきてるから、まあ、うまいこと送れるかちょっとわかんないけど、とりあえず用意して、送りたいなと思ってるので、今回でもね結構大きいからね、送料めちゃめちゃかかりそうなんですけど、まあ来年じゃないや、去年か、日本行けなかったしね、誕生日プレゼントとかも何もあげてないから、まあ一緒に全部ねまとめちゃおうと思って入れてはいるんですけど、そう、まだちょっとだけねあるから、ここもちょっと入れてから閉めようと思っております。おお、おちくん外で、今日はね
夕日が綺麗だからちょっとタイムラプスしてみようかな。できるかわかんないけど。なんか設定ミスってせっかく綺麗な夕焼けだったのにめちゃめちゃ変な感じになっちゃいました。もう日が沈んじゃったんだけどね。これね、ビデオモードで撮るとね、明るさがなんかちょっと白っぽく今設定してるから、もうちょっとね綺麗なオレンジになるんですけど、ピントが合いませんね。今日は三日月が綺麗に出ておりますけれども、さすがにちょっと見えないね。今日スーパー行こうと思ったんだけど、土曜日だったの忘れてて、ちょっと混んでそうだからね、平日に行こうと思うので、今日は夕ご飯を明太子じゃなくてたらこパスタにいたしました。いつものイケアのね、クリームチーズたらこのやつで作りましたので、食べると思います。いただきます。めっちゃ気持ちよさそうに寝てるよ。起きてしまったね。見てこの寝相、めっちゃ可愛くない？はい、ということで時刻ただいま11時46分でございます。最近なんかね、朝晩もちょっと暖かくなってきて、日中もね本当にポカポカで暑いくらいなんですけど、夜もね家にいてもあんまり冷えなくなったから、もうそろそろ暖かい季節が来るのかなと思うんだけど、まだ1月ね中旬だけど、まあ、2月入ったらちょっと暖かくなってくるかなと思うので、もう3月本格的にね暑くなるのは、まあいつも言ってるけど5月からなので、それまではちょっとまあ春っぽい季節というか、まあといっても全然気温はすごく高くて暑いんだけど、カラッとしてるから過ごしやすい感じのね時期かなと思うんですけど、もうね冬が終わってたからちょっと寂しいような、でもあったかいのも恋しいようなって感じなんですけれども、はい、そんな感じでございます。もう結構遅くなっちゃいましたのでね、今日のビルがこの辺で終わりにしようと思います。また次回のビルでお会いしましょう。バイバーイ。